さあ、いよいよ世界のプロレス界を背負って立つパワフルな対決、日米決戦です。スタン・ハンセン対ジャンボ・鶴田の一騎打ち。共にデビューが同じだけに、意地とメンツが真っ向からぶつかり合います。果たして勝つのはこのジャンボ・鶴田か、それとも革命児スタン・ハンセンか。まずジャンボ・鶴田が入場してまいりました。前哨戦の盛岡大会ではハンセンにウエスタンラリアットを送りまして、リングアウト負けを喫している鶴田、今夜こそ必勝の構えです。恐怖の首折りを叩き切るには何が必要でしょうか。鶴田の頭の中は必勝パターンが出来上がっています。さあ、今度はリング上、スタン・ハンセンです。恐怖の不信感、スタン・ハンセンの入場。強烈な殺人技、ウエスタンラリアットを叩きつけて世界のマット界を震え上がらせている男、スタン・ハンセン。さあ、その入場を待ちます。同期の桜、デビューが同じ、キャリア10年、共にキャリア10年です。ジャンボ鶴田、スタン・ハンセンの入場を待っています。やや緊張した面持ちですが、勝算は十分あるというような表情、これが自信の表情、ジャンボ鶴田。さあ、スタン・ハンセン登場してまいりました。あのブルーのサンバルチノの首を折ったのをはじめ、アントニオ猪木との過激な抗争、そして衝撃的な全日本マット乱入、常に表街道を歩いて10年、いよいよ同期の桜、ジャンボ鶴田と宿命の対決を迎えました。両選手が入場してまいりました。先ほどのテリーファンク対ブルーザーブロディの勝負の最中から登場しております。両選手もうウォーミングアップは十分です。花束の贈呈はなくなりました。まずオープニングヒットはジャンボ鶴田のジャンピングニーパット、スタン・ハンセンの顎の先端に命中であります。さあ、いよいよ勝負が始まりますが、田澤さん、正式なゴングはまだ鳴ってませんね。はい、ないですね。今ゴン、リングの下で両選手の紹介が行われています。共にキャリア10年の全てを結集する今夜の対決、ジャンボ鶴田対スタン・ハンセンの一騎打ちですが、竹内さん、はい、五色のテープがリングの中にたくさん待っておりますので、これをちょっとどけないと両選手のファイトできないんじゃないでしょうかね。足を取られますから危ないですね。そうですね。さあ、上樋口レフリーが忙しくなってまいりました。しかしそんなことはお構いなしに、闘志をむき出しにしておりますジャンボ鶴田、そしてスタン・ハンセン、30分の一本勝負で試合は争われます。どうやら勝負は始まったようです。本当に田澤さん、先ほどのテリーの試合からも興奮がずっと続いておりますけれども、このカードこそ本当に興奮する対戦ですね。興奮しますよ。そうですね、盛岡の試合でね、はい、鶴田君は負けたけれどもずっとリードしてましたよね。そうですね。ちょっとした足の緩み、つまり爪の甘さが出ましたね。竹内さん、はい、ズバリ共にキャリア10年の対決、まあ、事実上の20日合わせなんですけれども、まず見どころから一つ。これはですね、ジャンボは次期世界チャンピオン候補と言われましてね、もう 3,4 年経ってるわけですけど、はい、これをすごい急ピッチで追いかけてきたのがこのスタン・ハンセンでしたね。あ、そうですね。なおこの試合裁くのはジョー・ヒューシーレフリーでありますけれども、このシリーズには特別レフリーとしてルー・テイズさんがレフリングとして来日してるんですけども、そのルー・テイズさんはこの両者の対決を見て、テクニックは鶴田の方が上であるというふうに言っておりました。しかしスタン・ハンセンには大きなレスラーにないスピードがある。しかしジャンボ鶴田はいわゆる筋肉の耐久力という点でハンセンを上回るものがある。共に10年のキャリアなら一歩リードしているのはジャンボ鶴田ではないかとルー・テイズはこのように語っておりました。そのルーテイズから試合の前控え室で十分な、ルーテイズ張りのバックドロップの秘伝を伝授されておりました。そのジャンボ鶴田、一つ一つルーテイズさんの悟りとも思える講義にうなずいておりましたジャンボ鶴田です。さあ、リング上、共に黒いトランクスを身につけました。さあ、スタン・ハンセンとジャンボ鶴田がロープの通りまして場外に出てまいりました。両者ともに憤りを感じている。キャリア10年、共にアマリロのパンク道場で練習を積んだスタン・ハンセン、そしてこのジャンボ鶴田の2人であります。ジャンボ鶴田を思いっきり睨みつけておりますスタン・ハンセン。怖いのは左の腕のサポーター、恐怖の首折り、ウエスタンラリアット、田澤さん、はい、まずこの
ウエスタンラリアット今夜絶対に受けてはなりませんね鶴田は。そうなんです今、鶴田君がね外に出たのも、ちょっと危なかったからね、はい、ロープに押し付けられてスタンハンセンが後ろにバックステップする瞬間ジャンボ鶴田は外に逃げましたね。こういうシーンも危ないです。こういうシーンも危ない。しかし十分に相手の動きを読んでおりましたジャンボ鶴田。しかしウエスタンラリアットではありません。エルボーバットを溝打ちのあたりに叩きつけましたスタンハンセンです。さあここでジャンボ鶴田の攻撃がどうやら始まりそうだ。ジャンボ鶴田の攻撃が始まりそうだ。さあ首を持って首を持って首投げで体を入れ替えようとするスタンハンセン。今張り手を一発かませました。さあスタンハンセンが今度は潜り込んで思い切っていきます。そしてジャンボ鶴田は背中に両方の手を合わせています。フロントツープレックスも打てる体勢だったんですけれどもまた両者離れてしまいました。さあこの両者は10年前のテキサスアマリロのザ・ファンクスファミリーの一員としてグリーンボーイ時代を過ごした2人であります。来る日も来る日もドリーファンクジュニアそしてテリーファンクの主力に耐えまして大きく成長。今や先輩を追い越す力を蓄えたその両者スタンハンセンジャンボ鶴田。ジャンボ鶴田はその当時アマリロ時代のことを試合の前にしんみりと語っておりました。さあスタンハンセンがニードロップを敢行するやや失神状態のジャンボ鶴田。ニードロップが功を奏しています。勢いがあるのは今夜のリング上一歩リードはスタンハンセンのそうです。あのアマリロ時代は300ドルの乗用車でテキサス一帯を2人でよくサーキットしましたよというふうに語っておりました。しかし鶴田がこの試合ちょっと押されています。竹内さんちょっと鶴田危ういしですね、はい、ちょっと鶴田ペース乱れてますね、田山さんあの重いニードロップ数発打たれまして鶴田がちょっと一歩後退ですね。あーニードロップの前にね、やっぱりエルボー振ってますね、はい、エルボーとニードロップの雨あられを打た両方のものすごい攻撃を打たれました。そしてもう一回ロープの方に打ちますが鶴田がここで迎える。思い切って背中にパンチ一戦。さあパンチをそしてチョップを出してまいりました。そしてさあ相手を思い切って今度は逆襟の体勢に持っていこうとするジャンボ鶴田。歯を食いしばって歯を食いしばって同期の桜キャリア10年の全てを出そうというジャンボ鶴田。スタンハンセンが勝つかジャンボ鶴田が勝つか本当に両選手の成長を語る上でこの勝負は見逃せません。さあ逆襟ボストンクラブの体勢にもつれ込んでいきました。竹内さん、はい、先ほどアマリロ時代の話をちらっと私しましたけれどもジャンボ鶴田が3ヶ月にわたってこのスタンハンセンあるいはボブ・バックランドレッソントンジャック・グリスコラとファンクファミリーでしごかれてそして3ヶ月後に初めて対決したのが両雄でしたね。そうですね、まあ、そういう意味からですね、はい、お互いの間にその友情らしきものが芽生えるというのがやっぱり日本的な感覚なんですけどもねははこの2人を見てますとそういう関係はもう欠片も感じませんね。本当ですね。どちらが先に世界最高峰 NWA 世界ヘビー級の座につくか。まずバックドロップ、スタンハンセン力任せにバックドロップ岩石落としを打ってまいりました。そのままカバーの体勢ですがこのバックドロップジャンボ鶴田は満を持しておりますけれどもブーテーズバリのへそで投げるバックドロップを持っています。まだチャンスがありません、チャンスがありません。そのジャンボ鶴田さあ2位アタックを出してまいりました。今のところ技の豊富さではスタンハンセンが一歩リード。思い切って拳打ち、スタンハンセンの腕がうなりを上げます。ジャンボ鶴田がどこでチャンスを見出すか。ダブルチャップを打ってさあ大きくロープに飛ばしてなんだドロップキックだ。ジャンピングニーパット相打ち、ジャンピングニーパットは不成功。鶴田のジャンピングニーパットをうまくディフェンスしたスタンハンセン、スタンハンセンもいい目をしています。そしてスリーパーホールドに入りますスタンハンセンであります。風間さん、両選手の比較はパワーでは文句なしスタンハンセン、しかし技の種類では文句なく鶴田だと思ったんですがこれまでの流れではスタンハンセンの技の方が多いですね。スタンハンセンにやっぱり危険を制せられた形ですね。そうですね、一番最初鶴田は危険を制したようだったがですね、はい、やっぱりあのエルボーを振ったのが、突破口でしたね。そうですね、竹内さん、はい、この勝負に勝つためにはジャンボ鶴田はスピードと高度なレスリングテクニックでいかに首折りをかわすかというところがポイントだと思いますがいかがですか。しかしですね、例えばロープに飛ばしてジャンピングニーパットを狙う場合でもね、ハンセンをロープに飛ばしてくるとやっぱ非常に危険が伴うわけですね、うん、これやっぱり森岡大会でもそれで失敗してるわけですから。なるほど、この辺をやっぱり注意しないとやば、まあ、まずいですね。そうですね、森岡大会の前哨戦ではウエスタンラリアットを送ってそしてリングアウト負けを喫しているジャンボ鶴田、今夜は必勝を喫してのスタンハンセンとの一騎打ちなわけです。
これがジャンボ鶴田です。ちょっと表情が歪んでおりますが、今のところペース争いとしては田澤さん、はい、スタンハンセンが一歩リードと見ていいでしょうか。スタンハンセンが先手先手と言ってますね、はい、何かここできっかけを鶴田君取らなくちゃいけないですね。そうですね、ちょっと押されているような感じがありますが、しかしジャンボ鶴田の技の組み立てが最近非常に上手くなりました。さあ鶴田の反撃、鶴田の反撃、アームブリーカーに取ります。アームブリーカーに取りました。ジャンボ鶴田2回これを完攻します。いい位置です。さあ左の腕を完全に殺します。左の腕殺しに出てまいりました。アームブリーカー、そして力任せに1回転トップロープワイヤーロープに巻きつけてウエスタンバリアットを封じ作戦に出てまいりました。これは賢明ですね。いい作戦ですね。賢明ですね。これではちょっと左の黄金の腕を打つことができないでしょう。スタンハンセン、今度はボディースラム抱え投げ、しかしまだこういうエルボードロップあるいはニードロップもあります。さあ左の封じ作戦に出てまいりました。なかなかいい作戦、そして思い切って今度はさあ失敗しないようにドロップで、ニードロップは、いやジャンピングニーパットは失敗に終わりましたが、ドロップキックは見事に当たっています。さあ今度はスタンハンセンがちょっと危なくなってまいりましたので、すかさず間を取りましてリングの外に逃げました。まさに田澤さん、ハンセンが逃げたという感じですね、はい、逃げてつまり間を外したわけですよ、はい、言われたようにね。そして赤い鉄柱にまんまと罠にはまりました。ジャンボ鶴田がうまく身を翻してスタンハンセンの脇腹のあたりを狙います。おっとここでゴングが打ち鳴らされました。ゴングが打ち鳴らされていますが、果たしてどういうような発表になるでありましょうか。リングアウトでしょ、両者ね、まだ正式な発表を待ちたいと思いますが、ちょっと福岡のお客様はまだ収まりません。もっともっとこの夢の対決を見たかったというような感じでありますが、ひとまずゴングが打ち鳴らされております。まだ両選手の憤り、スタンハンセンの拳、そしてジャンボ鶴田の拳、さあ足を引っ掛けられております。完全に無防備状態になりました。スタンハンセンもめちゃくちゃに打ちまくります。さあ柱原、それから佐藤、こういったあたりがリングの中に飛び出してまいりました。デビューして共に10年、同期生の出世争い、日米両雄の対決、まだ公式の発表はありませんが、今度は柱原あたりをウエスタンラリアット打った。あれだけ痛めつけられながらまたウエスタンラリアット、マイティーの上を一撃。まだ佐藤が残っておりますが、佐藤には打つタイミングを逸しました。リングの中、柱原、そしてマイティーの上、ウエスタンラリアット2連発であっという間にダウン。さあ怒った、さあ怒りました。ジャンボ鶴田が怒りました。とうとうジャンボ鶴田はあのルーテーズ張りのバックドロップを打つチャンスさえありませんでした。またその今夜試合の前に師匠ルーテーズから秘伝を伝授されたジャンボ鶴田でありますけれども、結局バックドロップを打つチャンスさえありませんでした。さあ今正式な試合の結果が満員のお客さんに告げられております。9分26秒、両選手リングアウト引き分け、これがこの夢のシングルマッチの結果でございます。勝負がつきませんでしたね、竹内さん。まあ、ジャンボがですね、これから大技を出そうとした矢先だけにですね、はい、この PW リングの展開とか今日はちょっと恨めしい感じですね。そうですね、ずっと流れを見ておりまして、あのルーテーズ張りのバックドロップ、それから、またルーテーズ張りの空中同時目落とし、両方の技は2発でしたね。それだけにですね、ジャンボもやっぱり悔しいでしょうね。そうですね、さあ悔しい表情でもう少しやらせてほしいというふうにアピールしておりますジャンボ鶴田。さあしかしスタンハンセンとのこの一騎打ちは、まあひとまず終止符を打ったわけであります。世界のマット界を引っ張っていく強烈な男の戦い、まあプロレスファンの夢とロマンを十分に見せつけてくれたのではないかと思われます。さあしかしまた勝負が始まりましたね。リングの中分ける上樋口が大変です。5分間の延長というようなジェスチャーはありませんね。ありませんね、今のところは。はい、勝負は完全に終わっておりますが、まだ両選手、ハンセンも鶴田も控え相撲に戻ろうとしません。やらせろやらせろというふうにアピールしておりますが、上樋口レフリーが間に入りました。まだまだ控え室の方に戻ろうとしません。スタンハンセン、ジャンボ鶴田、完全に日本を残した夢の対決でございました。まあ、世界のマット界を引っ張っていく両選手だけに、2人の対決は、まあ、永遠のライバルということで、ずっとこの対決は
続くものと思われます。果たして世界最高峰の座にはこのスタンハンセンがつくのか、ジャンボ鶴田がつくのか、どちらが先に世界最高峰の座を占めるでありましょうか。スタンハンセン対ジャンボ鶴田の夢のシングルマッチ、結局は両選手リングアウト9分26秒。スタンハンセン対ジャンボ鶴田の試合は引き分けに終わった試合でございました。